じゃあいよいよ8ですね、はい、そうですね、いよいよ最後の面来ましたね。これワープしないでいくとどういうことかな。とりあえずあるとこ行きゃいいですよね、全部。そうですね、もうあのやり尽くすんで。じゃあまず戦車ここで。でもこう得意なんだけどどうするのか忘れたな。これいつぶりぐらいですかこれ。ここどうですかね。でも2年 2,3 年ぶりですよ。おー、あの比較的学研の動画でやってるんで、はい、最速クリアみたいな。まあ基本だから真ん中より前に行くのがもう絶対なんですよ、うん、じゃここはもう藤田さんの解説を交えながらという。そうですね、初見ではないんでね。これは長いですもんね。ストレートに行ったとしてもやっぱ2時間かかるんですよね。ああ、そうなんですね。あの学研さんの動画も一応どうやってもやっぱ30分とかなんで、はいはい、ここまでの壮大なやつにはちょっとねチャレンジっていう案はなかったですね。うん、マジか、やってもうた。いやでもここでどうですか、一発くらいいけそうですか。どうですかね、ちょっと覚えてれば絶対行くんですけど、うん、ワープを使ってのクリアはもうノーミスノーダメでいけるんですよ。いけつもちょっと調整必要ですからね、うん、ワープがないとどうなるんですか、はい、どういうことですか。ワープしないとどのぐらい大変になるんですか、はい、あ、この面ですか、はい、この面でワープしてもしなくても多分変わんないですよ。ここに関しては道がそんななかったような気がするんで。サクサク、今までと違ってサクサクプレイですね。なんか今までもいい方だったと思いますよ。今までもまあ確かに。でこれでこっち行くわけですね、はい、ここ取りに行くのむずいですよねこれね。フラワー、あ、フラワーが、お、でも取りに行くわけですね。取れないですよねあれ。だって確かに、まあ、取れなくはないですけどすごいむずいですよあれは。あれチビじゃないとちょっと厳しいやつね。しゃがみジャンプとかでこう入っていくとか、これどうすんだっけな。あ、そこ大丈夫なんだ。下、あ、そうですね、大丈夫ですね。ちょっと前目に行ってこないと。前目、前目で。そうですね。これで踏んどかないとね、スパナ投げられちゃうんで。これやばいな、ちょっと。なんとなくこっちは覚えてるんで、うんうん、あと一番むずいのは何でしたっけ。ここじゃないですよね、むずいのは。本当にむずいのは一番むずい、あの 8でですか。そうそうそう、あ、でも8の1とか8の2は全部むずいんですよ。うん、あ、逆にそのそれ以降は結構、いや全部むずいと言っても過言ではないです。まあそうですよね、全部むずそうに。いやでもちょっと忘れちゃってるな、そういえば。やっぱさすがに一回一回こういう中ボスが出てくるんですね。またですね。普通のワールドの方が難かったような気がしますね。8の1、8の2とかの方が。うーん、でこれはこっち行っちゃえばいいってことですよ。なるほど。あ、もうここに行くってこと。あ、そこでなんか手で引っ張られるってことですよね。そう、普通に行けようともできるんですよ。あ、これはもう物に捕まったんですけど、今のボタンで入ることもできるんですよ。なんかどうすんだっけな、ちょっと待って、あんま覚えてない。1やばいよ。危ない、葉っぱ。常になんかこう背景が黒い感じですね。そうですね、ドロドロしてる感じ。あ、もうすぐクリア、早い。ん、もうすぐクリアって、早いですね、なんかクリアが。ああ、ここはまあおまけみたいな面なんで、うーん、面ではないんで、手がなければそのまま通過できちゃうし、はい、あってもアイテムがあるからあえて入る手もあることあるんですよね。
で、あ、全部捕まったわ。全部で3ステージあると。そうですね。ここが一番きついかな、ひょっとして。難しそう。あ、やばい。あ、ここ結構あと7機やばいですね。ちょっと使う、ちょっとやばい。これいっぱい待ってるんで、頑張って使っていきましょう。こういけちゃうこともあるんですよ。でもとりあえず行くってことですね。あえてやり尽くすみたいなことですもんね。そうですね。このハンマー使えないですけどね、はっきり言って。いやでもね、飛び道具ですよフラワーのいいですかね。そう、これなんか、ね、山なりに行くのが使いづらいですよね。でも早いじゃないですか、道自体は。短いというか。あ、もうクリアした。これ葉っぱ、ポケットで、あの船に行くと。ここきつかったような気がするな。すげえ早いんですよね。早いじゃないですか。本当だ、スクロールがちょっと早い。これね、なんかすごい注意する点があったような気がするんですよね。追い込まれちゃうともうダメみたいな。いやもう、あ、もう落ちちゃったよこれ。ですか、あと5機しかないですけど、クリア いけそうですか。いや微妙なとこっすね。じゃあもうじゃんじゃん使っていきましょう。これ葉っぱ使いますか。じゃあ、いやでも葉っぱ使わない方がいいのかな、これ。ふわっとなっちゃうから感覚がまた変わっちゃうっていう、ね、心配もあります。でもこうふわっていきますもんね、うん、やっべえ間違えた。おおやばいなこれ、やばいな。どこだっけな、むずいとこがあって早めに行っとかないときついみたいな。だいぶでも結構感覚が広いから、はい、難しそうですね。無理ですね。早いですよ、だからスクロールが。うーん、今までの面と違って。あ、これ追いつ、あ、でも行ったな、すっと行けた。ここで死ぬ可能性もね、もちろん泣きにしもあらず。これは置きに行くというかね、慎重に行っておきたいと思うんですね。これ、マジでダメなの、あれ。今のはちょっとおかしくないですか、今の。貫通しましたね。そうですよね、あれは全然ちゃんと踏んでましたもんね、しっかりと。で飛ぶんで、ピシュッと飛んでいくんで。あと1回 OK。 まあそんなミスはしないはずですね、本来ね。これいいバランスかもしれない、あと4機っていうのは。そうですか、ちょうどいけるかいけないかみたいな。でも8の1と2がすげえ難かったような気がするから、ちょっと足りないような気がしますね。ちょっとどうですか。いやこれ言ってもらわないと、もうあと何面あるんでしたっけ、これは。あとでも5面ぐらいですか。なるほど。あ、でも使った方がよかったな、これ。これちょっともう覚えてないもんだって、どうきつかったか覚えてないから。いや基本背景黒なんですね。どうだったんだっけな、これ。どうすればよかったんだっけな。ちょっとないの。あそこポインって揺らしたら出てくるんじゃないですか、あの木のやつ。わかんないけど。ああ、使っちゃいましょう。まあまあまあ、ない。あ、できないか、ボインって。じゃないっす。やばいやばい、ちょっと待って。どうすんだ、こう、どうすんだっけな。考えるのが一番良くないですよ。うん。そうですね。お。やばいって、これ。これ積んだんじゃないですか、下手したら。あ、いけ、あ、積んだっぽい。積んだっぽい。ダメだダメだ。マジでこんなことありえんの？入っちゃいけないってことですね。使っていきましょう。これもうあと2機しかないんで。おお、やばいやばい。4つ出るか、それ。これをまず慎重に取りに行き。お、いった。マジか、こんなことになるのか。マジか、そこプーンといく。いけんすかね、あの音符で。
これきついな、マジやばいな、60。おぉ。うぅマジか、終わった。おぉ。やってしまいましたね。あるんですけどね、それ8の1がそんな難かったか、高校もうすぐ来ましたけど、あのゲームオーバー3回目でしたっけ、何回目でしたっけね、ちょっと後で数えないと分からなくて。おお、怖い怖い怖い、うおー、やっちゃった、した。ちょっとこれ、はい、まあセーフセーフ。まあまあまあ。これは？なんていう？いやこれはあの亀がいなくなったらもうキラー踏んでいくしかないってことですもんね。スクロールすれば復活。あ、復活ってことですね。ではなんとかか。お。オッケー。八の二はそんな難くなかったような気がするんですよね。ちょっと覚えてないですけど。もう真っ暗であと何面あるのか分かんないですよこれ。あともうちょいっす。これね、こっち入っていくパターンで、入るんですね、これ覚えておりますね、こういうパターンで、どっちが行くんだっけな、どっちかがアイテム、どっちかがゴールなんですよ。へえ。左だってゴールじゃない、すぐゴールには行けないんだ、そういえば、まだゴールは行けないんですよ、そういえば途中に行くってことですね。あ、こっちにもあった、これで、この後どうなんだっけな、なんかやばかったような気も。おー、まあでもゴールじゃん、これで。うい、あ、しかも、これ5キアップいけるかもしれない。そうですね。あと、砦か。砦と、ワープ、ワープというか土管が2つありますね。まあでもあそこは多分戻る感じですか、行っても行かなくても、そうそうそう。ここが僕のすごい上手い面なんですけど、ここなんかまたちょっと迷路みたくなってくるんですかね、ですね、うん、ここ以降フラワー出てこないんですよ。じゃあこれを温存しとかないとクッパを倒すなら、そういうことですね。あ、どっち行ったんだっけな、これ、ちょっと待って、ここかな、いや間違えて、もう覚えてない、マジ覚えてない、ちょっと待って、どうすんだっけな、え、どうすんだっけな、だいぶ全然迷路的な感じです、ここじゃないような気がするな、こんなとこ行かなかったような気がするな、あ、この中に入ったような気がするな、ベタに、あ、ここ来たな、こういうことか、で、どっかでスイッチを取り、ここがスイッチかな、あ、スイッチじゃないね、うわ、いらない、これ取りたくない、しつつ取りたくない。ここ入んの？入ると、あ、違うな。記憶を頼りに。さらにこっちに行くと、ここは？あ、もっとこっち行くのか。でも覚えてねえな。どういうことだっけこれ。ちょっと待って、忘れてるもん完全に。そこで足場を作ってですね。あ、ピースイッチありましたね。ああ、一キャップ。あ、そのまま出れば取れると。え、でもどう行くんだこれ。多分ここは出られないから、そっち側に。あ、これ、あ、右行けんのか。こんなとこ通ったよ、記憶がないな。でも行くしかないのか。うん、行くしかないです。やっちゃった。さあちょっとどうして、あーこれきついな、もう忘れてるとすごいきついな、なんてことをやってんだいって、どうかしました、ここまでは合ってるんですよ、とりあえずここからですね、落ちちゃった、あ、ここを飛び越えていく感じですか、落ちないように、でもそこ渡れないのか、どうしたんだっけなこれ、マジでどっかにスイッチがあり、スイッチでそれを乗り越えていくってことですね、
ね、コイン。ここ入んのかな、外。あ、入った、ここ入ったわ。あ、ビスチ。ここ、そうそうそう、ここダッシュで行って、おぉ。やっちゃった。いや、間違えた。なんだっけ、本来、いや、どうすんだっけな、ちょっと待って、ね、1個のスイッチで、もう一回スイッチを。ああ。やばい、マジでこれやばいな。ちょっと思い出すまでちょっと時間かかるな、これ。で、最後、カロンジャンプですね。おぉ、うまい。で、右に、とにかく突っ込んでいき、あー、間違った、変なとこ入っちゃった、どこ、どこだっけな、こっちかなんかに扉があって、あ、そういうことか。これスイッチでしょ。あ、はいはい、あ、いいのか、別にこれでこうっすよ、うん、本来今のところを出さずに一気にいけちゃうみたいなことなんですよ、うん、まあ、プロの技出なかったけど、まあいいっすね。まあ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 、そういうことですね。あ、でもボス来た、一瞬。あ、早い。いやー、これどうかな、どう思います、あと2期ですね、ちょっとやばいかもしれない。ラスイッチ決めましょう。これ藤田さん、これが危ないですよね。怖い怖い、これ危ない、怖いな。これ絶対安全な方法でどうすればいいんだろうな、マジで。